すごい勢い、暴走機関車トーマスだよ。ハゲが出てきたよ。ハゲばっかりだよ。今年の流行りの髪型はハゲかよ。ハゲだけじゃなく下半身ちっちゃいのも出てきた。皆さんどうも、エイリアンドイシーです。ヘラクライストに倒してもらおう。皆さんいつもコメントありがとうございます。今日やるのはこちら、100人でニャンコ大戦争。2人でだよ、そんな大人数でできないから。今日は宇宙編ももう終わったので、レジェンドステージの続きやっていきたいと思います。2人で力を合わせればレジェンドステージも余裕だよね。先生、調子に乗るなよな。厳しいな。ここはいきなり鳥が出てきたよ。略して一鳥だね。略さなくていいよ。いきなり強い雑魚敵出してくるのは厄介だよね。コメントでもあったけども、強い雑魚敵ってそれ雑魚じゃないよ。まあ言ったら普通の雑魚はクリボー、強い雑魚は羽の生えたクリボーだよ。よくわからん説明だな。頑張って攻撃に耐えてお金を貯めて強いキャラ出していこう。まずはネコバルキリー。そして僕は宇宙編をクリアしてゲットしたドラゴンボールのフリーザみたいなキャラクター。すごいエネルギーを貯めてるね。これはとんでもなく強い攻撃じゃないの。って何も起きなかったよ。どんな攻撃だったのか全くわからないね。序盤は苦戦したけども、ネコムートと卑怯門を出したらこっちのもんだね。卑怯門じゃなくてメガロディーテってそろそろ言ってあげなよ。なんだって。メガネいいね。メガロディーテだよ。メガネいいねなんて言ってないよ。自分のメガネ褒め出したのかと思ったよ。ガンガン押していって、そのままトーを倒したぞ。楽勝だったな。レジェンドステージ余裕。さっき調子に乗るなって言ってたのに。この調子で次のステージも行っちゃおう。お金を貯めて強いキャラ出したぞ。果たしてここではどんな敵が出てくるのか。どんな敵が出てもやっつけてやる。赤イノシシが出てきたよ。こんなやつ今までに1000回を倒してるから余裕。そんなに倒してないでしょうが。すごい勢いで攻めてきたな。ネコバルキリーもやられちゃったよ。でも動きが止まった。なんでだ。あのフリーザみたいなやつが止めたのか。あんな凄そうな攻撃でただ動きを止めるだけなのかな。赤イノシシもう1体出てきちゃったよ。2体で攻め込まれたら負け確定。さっきは余裕だって言ってたのにね。それじゃあもう諦めて寝るとしますか。寝るなよ。諦めるのはまだ早いぞ。猫バルキリー動きを止めてくれ。先生はそんなことを言ってましたが、結局動きを止めるんじゃなくてこっちの息の根が止まりました。うまいこと言わなくていいんだよ。結局赤イノシシがガンガン攻めてきて、みんなやられちゃいました。アチュピチュパー。そうだと思ってたら負けちゃった。甘く見てたらね。メンバーを赤いやつ対策にしていこう。こいつのレベルも上げてもう完璧だ。これで次はクリア間違いなしと思ってたら負けちゃいました。おじゅぴじゅっぽ。もっとアップアップさせるために XP が必要だからガチャ引いていこう。新しいキャラ欲しくてガチャするんだけどね。強いキャラ出てください。あっちゅう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 。弱いキャラばかりであじゅんぱいじゅんぱー。これでキャラクターをパワーアップさせていこう。もう少し XP 必要だからガチャ10連だ。どんだけガチャ引くんだよ。あっちゅう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 。10連爆死で、あじゅ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 びじゅぼー。これでキャラクターをパワーアップだい。これだったら次はリベンジできるでしょう。お金を貯めて強いキャラいっぱい出したぞ。今度こそいけるでしょう。出てきたな赤いのシシって。出てきてない。やったー。で結局出てくんのかい。バグで出てこないでこのまま勝てたらよかったのにね。動きを止めたいのに今回も勢いがすごいな。生きたエビをお酒に入れた時みたいな勢いだね。その例えピンとこないけどね。今回はいい感じで動きが止めれてるね。動きさえ止めちゃえばこっちのもんだよね。
どうやら楽勝だねって2体目忘れてた。最後で1回体勢を整えよう。2体用が頑張って動きを止めちゃえさえすれば、こんなやつもうおしるこだよ。言ってる意味がわからないよ。だって僕にだってわからないからね。自分でもわかってないのかよ。あれ、どんどん押されちゃってるよ。パワーアップさせたのに結局負けてしまうのか。とりあえず赤いの獅子一体を倒したぞ。先生が猫丸キリ出したぞ。頑張って動き止めてほしいね。こっちの方が人数多いんだし、みんなで抑え込んで動き止めちゃえばいいのに。そういうゲームじゃないから。猫丸キリは頑張って動き止めてるけども、ハゲ先生は動き止めてんのかな。先生ぐらい役に立ってないんじゃないの。役立たずとか言わないでよ。多分動き止めてるはずだよ。ハゲた頭に光が反射して、それで目をくらまして動きを止めてるのかな。どんな方法で動き止めてたのかよ。ようやく赤いの獅子倒せたよ。苦戦したけども、ようやくここ突破。次の場所はすんなり勝てるかな。いきなりのハゲ先生、2杯目おかわり、3杯目おかわり、3杯もいきなり出てきちゃったよ。団子三兄弟ならぬハゲ三兄弟。一番ハゲてるのが長男かな。そんなこと言ってる場合じゃない。戦いに集中しないと。そう言いながら寝てるじゃないか。お金貯まるまで耐えるんだって。下半身ちっちゃブンブンも出てくるのかよ。ブンブンハゲハゲブラザーズの組み合わせは大ピンチ。変なチーム名作るんじゃないよ。お金貯まる前にこのメンバー出されんのきついね。フルコースの前菜でいきなりステーキ出てきたみたいな感じだね。珍しくわかりやすい例え。いい例えしてる場合じゃないや。塔が攻撃されちゃったよ。おならにゃんこでハゲ3兄弟は倒せたけども、ブンブンの勢いは止まらず、大惨敗でアジュビジュバー。ここからまさかの大連敗地獄。ブンブンハゲハゲブラザーズ強すぎるよ。ここからお豆三四郎が一人で頑張ってお宝やレアチケットを集めてくれました。お豆三四郎、二度とこんなことするんじゃねえぞ。なんでだよ、いいことしてくれたのに。そして今蝶猫祭り開催中。こらもガチャ引くしかないね。頼むから全部レアで。なんでレアだよ。それじゃあミディアムでステーキか。超激レア出るのか。あっじゅう、超激レアだ。あっじゅう、あっじゅう、超激レアだ。あっじゅう、あっじゅう、超激レア2体も出たぞ。まだまだ出てくるかもしれない。行ってみよう。あっじゅう、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 超激レア出なかったよ。はしゃぎすぎちゃいました。新しく浮いてるのに強いキャラクターをゲットしたから、これをパワーアップさせて使っていこう。メンバーはこんな感じで行ってみましょう。最初さえ乗り切れば勝ちだ。頑張ってやってこう。まずはブンブンハゲハゲブラザーズの動きを止めれるかどうか。動きを止めてる間にお金さえ貯まれば強いキャラたっぷりだからね。あまりにも強いキャラすぎておしっこちびりまくるだろうね。ちびるどころかすごい勢いで出てきておしっこビームになるよ。おしっこビームでこっちやられちゃうよ。こっちやられんのかよ。っていうかおしっこビームなんて出ないよ。さあ頑張って動きを止めまくるんだ。スタンド使いが頑張って動きを止めてるよ。めちゃくちゃいい仕事してるな。他の動きを止めれるキャラも出そうかと思ってたけど、一人で十分だね。っていうかこいつだけで勝てるんじゃないの。それは無理。いつかやられるだろうから強いキャラ出していこう。でもまだまだお金が足りないから、もう少し踏ん張ってくれ。先生の方はお金貯まったから行け。キャットマンダーク。それじゃあ僕だっておならにゃんこ。いい感じにブンブン先生を攻撃できてるぞ。こいつが先生ってどんな学校なんだろう。お豆さんしろ、ブンブン小学校の動画も作ったらいいんじゃないの。でもブンブン先生、絵描くの大変そうだよ。お豆さんしろ、めんどくさがり屋だからやらないかもね。そんな動画の話はいいから戦いに集中集中。ハゲ先生はやっつけたけど、下半身ちっちゃブンブンが厄介だね。動きを止めて結構ダメージ与えてるけども、なかなかやられてくれないね。もしかしたら下半身ちっちゃ
じゃあメタルブンブンなのかもしれない。こんなやつがメタルになられたら強すぎだろう。と言ってもメタルなのは足の小指だけだけどね。これでタンスに小指ぶつけても大丈夫。また戦いに集中してないよ。どうせみんなも戦い見てないでしょう。僕のトーク目当てで来てるんでしょう。絶対戦いが気になって見に来てるよ。結構攻撃してるけどもまだやられないんだ。なんか今までより強くなってる気もするね。レッドブル飲んでパワーアップしてるのかな。レッドブルじゃそんなに変わらんと思うけどね。それじゃあもしかしたら耐久のエンチャントつけてるのかもな。マイクラじゃないんだから腕の装備につけてるってこと？いや、足の小指に。どんだけ足の小指守りたいんだよ。でもさすがにこんだけ攻撃し続けたらそろそろやられてくれるでしょう。まあそれもそうだね、結構戦ってるからね。それじゃあ勝ったら教えてね。すぐ寝ようとするなよ。というかいつの間にかみんなやられちゃってるぞ。もうキャットマンダークしかいないじゃん。なんでキャットマンダークの発音いいんだよ。こんだけずっと戦って結局負けちゃうの？それはきつすぎるね。キャットマンダークに頑張ってもらうしかない。スタンド使いも出したから動きを止めてもらうのを願おう。まさかこんなドキドキハゲハゲな展開になるとは。ドキドキハラハラね。番長猫も秒殺でやられちゃってるよ。なんてこったやっぱ残った。相撲の行事は残った。変なギャグみたいなの作るなよ。かなりピンチだったけどいろんなキャラまた出せるようになったからこれは大丈夫なんじゃないかな。一時はどうなるかと思ったけどもよかった。もう負けたくないからね。ようやく倒すことができたよ。やったー。これでここもクリア。大連敗地獄を味わったけど勝ててよかったね。というわけで今日はここまで。よかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャ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